今朝はこの時間、ひげの隊長の愛称でおなじみ、自民党国防議連事務局長で参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きます。佐藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、岸田総理は今週月曜日の政府与党連絡会議で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正に関し、与党間でしっかり協力し、今国会中の改正実現に向けて全力を尽くしてほしいと話しました。まあ、しかし自民公明両党合意に至らず、今日にも自民党単独で法案を提出するようです。佐藤さん、政治資金規正法の改正、これはどういう印象を持ちでしょうか。はい、政治不信を招き、自民党では離党者まで出したこの政治資金の問題ですから、はい、この政治資金規正法の改正案、国会運営の責任者の一人の私としても、今国会で何としても成立させたいと思っています。はい、今寺島さん言われたように、今日あるいは遅くとも月曜日には自民党案を国会に提出をして、来週から各党提出法案の国会審議とそれと並行した与野党協議が始まる予定で、はい、来週月曜日には総理入りの予算委員会も開かれる予定です。はい、自民党公明は改正案におおむね合意はしておりますが、公明党は与党としての一本化した法案作成というよりも、野党との与野党協議を優先させたい意向です。はい、一方野党は与党をまず出してもらってからの与野党協議を主張していたために、とりあえず与党案を自公でまとめるということではなくて、自民党単独で法案を国会に提出して、それから与野党協議を行うという運びになりました。はい、各政党の立場の違いはありますけども、政治の国民からの信頼回復に少しでもつなげるためにも、法改正何としても今国会でやりたいと思っております。はい、もう頑張りたいと思います。はい、さあ続いてはロシアの動きです。ロシアプーチン大統領は12日ショイグ国防大臣に代わって、前の内閣で第一副首相を務めたベロウソフ氏を国防大臣にする人事を固めました。ショイグ国防大臣は国家安全保障会議書記となります。プーチン氏の側近のパトルシェフ国家安全保障会議の書記が解任です。ただパトルシェフ氏の息子が新しい内閣で副首相に昇格します。ロシアの新内閣の顔ぶれですが、佐藤さん、どうご覧になりますか。はい、やはり人事というのは権力闘争の発露です。はい、もう一番の注目人事は国防大臣に長期12年務めたショイグに代わって、経済学者のベロウソフが任命されたということだと思います。はい、まあ、ショイグはワグネルの反乱とかウクライナ侵略の当初の無様な攻撃などの責任を取らされた、あるいは政権内の権力闘争の結果外れという指摘もありますけども、これは、権力闘争という側面は私は拭えないのではないかと思ってます。はい、ベロウソフの国防大臣任命はやはり戦時経済を重視した結果だと思います。はい、現在のロシアは約2年半ウクライナ侵略に伴って西側からの経済制裁に加えて国防費がかなりかさんでいる状況です。はい、長期戦を睨んだ場合、国防大臣としては国内軍事産業を維持強化し、経済財政状況を考慮しながらの防衛政策、これが求められますので、はい、経済に強いベロウソフが任命され、一方軍事作戦は引き続きゲラシモフ参謀長に指揮を取らせるという体制といえます。はい、また側近のパトリシェフ、はい、彼が国家安全保障会議の書記を外れたと言われてますおりますが、私は左遷とは見てないんです。ああ、そうなんですか。実際に、はい、このプーチンにとっては一番大事なことは自分の身の安全、はい、暗殺対策ですから、今回は側近として大統領補佐官にこう任命しました。はい、さらに息子も副首相ですから、これはやっぱりね、パトルシェフっていうのはプーチンにとっては大事な存在ではないかと思ってます。はい、ということはより近くに置いたということも言えますね。そこはね、味方が補佐官で何人かいますから、そのうちの彼がどういうエリアの補佐をするか、はい、私は安全対策の観点ではないかと見てますけども、まあ、これから
分かってくると思います、はい、さてそのロシアですが国防省12日ウクライナ北東部ハルキウ州で新たに4つの集落を制圧したと発表しました。またロシア軍による激しい攻撃を受けハルキウ州の住民が避難を急いでいてハルキウ州の知事はすでに4000人以上が避難したと発表しています。ウクライナ軍は一部の部隊を移動、事実上の撤退と見られていますが佐藤さんウクライナの激しい状況は続いていますね。はい、これまでロシアは1日あたり約2万発の砲弾を発射していますが、はい、ウクライナ軍は今年初めには約8000発程度だったんです。はあはあ、だ現在はなんと4分の1と2000発ぐらいに減っています。もうやっぱり2万対2000となかなか厳しいですよね、はい、これは米軍の支援遅れが一番の原因ですけども、まさに今回のロシアの攻撃というのは米軍からの新たな弾薬が到着する前のタイミングで行われました、はい、先月末の米国の支援再開が今回のロシアの攻勢にギリギリ間に合うかどうかという微妙な状況とも言われています、ただこの今回のこのハルキウ州への攻撃というのは以前から言われていたロシアの5月攻勢とは違うと思っています、はい、勢力的にもウクライナ第二の都市のハルキウ市この侵攻には全然足りませんので、今回の攻撃の目的というのは2つあって、はい、1つはウクライナ国内に緩衝地帯これを設けてロシア国内のベルゴロド州へのウクライナからの攻撃を減らす、はい、2つ目は、現在ロシアが攻勢に力を入れている東部のドネツク州、はい、ここへウクライナ軍の戦力増援を阻止するとすなわちハルキウ州とドネツク州にウクライナ軍の戦力を分散させる狙いがあると言われています、はい、その一環でいうとこの逆にですねハルキウ州とルハンスク州の間にスミー州ってあるんです、はい、この間のスミー州にもロシアは攻勢を仕掛けてより分散度を強めるという作戦に出る可能性も指摘されています、はい、さあ続いてイスラエルとハマスの戦闘についてです。パレスチナ自治区ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘に関連しアメリカブリンケン国務長官は12日 NBC テレビのインタビューでイスラエルが戦後を見据えたガザの治安維持計画を持っていない現状で作戦を進めてもガザは混乱や無政府状態に陥りハマスが再び台頭する可能性があると警告しました。佐藤さんこの警告はどのようにご覧になりますか。はい、これ全くその通りで、はい、もうネタニヤフはしっかりしたガザの戦後統治構想があるとはなかなか思えないんですよ、はあ、一般に戦いっていうのは戦争を始める前に戦後体制をどうするかまさにエンドオブステートを決めてから始めるのが大事だと言われていますけども、はい、今回ネタニヤフはハマスのテロへの報復と人質救出を優先してガザ侵攻を始めました。はい、もうすでに侵攻は7ヶ月過ぎておりますけれどもなかなかその、戦後統治構想というのが見えてこないと。おそらく仮にあったとしてもですね、ヨルダン川西岸地区のようにイスラエル治安部隊が残留してガザとイスラエルの間に緩衝地帯を設けるぐらいしか多分ないと思います。で実際閣内のガラント国防相もネタニヤフのこの戦後統治構想がないことに反発していると。まさに閣内不一致という部分もあります。はい、イスラエルはハマスの戦闘員の撲滅を目指しています。それもこれまでの草刈りレベルではなくて根絶やしにするという意思がありますから、はい、もう激烈な戦闘を継続して巻き添えとなった向こうの市民も大勢います、はい、その影響で今まで以上に、ハマスを支援するしていない方の中にもイスラエル憎しの反イスラエル感情が相当広がっているのは間違いないので、はい、戦後統治を失敗すればハマスの台頭ハマスの進派の拡大は十分あり得ると思います、はい、そのイスラエルネタニヤフ首相なんですが南部ラファでの作戦について数週間で終わると述べてアメリカが懸念を示す中でも強硬する構えを示したといいます。このあたりの動きは佐藤さんどうご覧になりますか。簡単に数週間で終わるかどうかはありませんが、はい、私はネタニヤフは大規模か中規模か小規模か分かりませんけども、ラファでの攻撃というのは西側の方に分からないような形で継続すると私は思っています、はい、
さあ続いて韓国の動きです。4月に行われた韓国の総選挙で野党第2党となった新党祖国革新党のチョ・グク代表が今週月曜日島根県の竹島に上陸しました。チョ代表、領有権を主張した上で対日関係を重視するユン政権について歴代最悪の親日政権、売国政府だと批判しています。このチョ代表といえば玉ねぎ男とも呼ばれていたね、そういう人物でもありますが、竹島には先月末にもですね、韓国の左派系最大野党共に民主党の国会議員らが上陸しています。竹島めぐるこうした動き、佐藤さん、こちらはどうご覧になりますか？韓国の野党がユン政権を追い詰めるために反日カードを使い始めたと言ってます、はい、その一環が今回の玉ねぎ男 の、はい、竹島不法上陸です、3月の国会議員選挙で与党の国民の力は大敗を喫して、その分野党第一党第二党が勢力を伸ばしました、はい、野党第一党第二党とも反日無罪、親日有罪という、はい、いつか来た道、まさにムンジェイン政権への先祖返りとも言えるような主張をどんどんやってます、はい、まさに今言われたようにユン政権は歴代最悪の親日政権だ、韓国大事ではなく日本大主義だとこき下ろして、LINE ヤフーの問題に関してもユン政権は やられっぱなしだと、はい、LINE の経営権が韓国から日本に移ると、松本総務大臣が伊藤博文の子孫であることに言及した上で、伊藤博文は朝鮮の領土を略奪し、伊藤博文の子孫は韓国のサイバー領土、ラインを略奪していると無理筋のイチャモンをつけています、今後、玉ねぎ男をはじめ、野党の反日政策はより精鋭化していくと見てます、はい。この玉ねぎ男っていうのはなぜかというと、かつて数々の疑惑が浮上したから向いても向いてもいろいろ出てくるっていう意味でね、そう呼ばれていたんですが、一方で佐藤さん、林官房長官毅然と対応する、外務省は大使館員を呼び出して遺憾砲発射なんですが、これ続けていくしか策はないんでしょうか？なかなか武力でね奪還するってのは難しいので、はい、私やっぱ国際司法裁判所の方に韓国は乗ってこなくても、はい、そこをカードを切るっていうことも大事だと思います、はい、今のユン政権であればそこは多分理解してくれるという部分もありますので、逆に言うとユン政権のうちにやらないといけない、はい、このチョグクっていうのは、次は最高裁で今裁判中なので、有罪になれば国会議員の資格を失う可能性、そうなんですか。でも逆に、いろんなことをやることによって次の大統領選で彼は有力候補の一人と言われてる、はい、で特に女性人気なんです。ちょっとこうイケメンみたいな感じはするんですよね。でそれではっきりものを言うので、結構女性に人気があるので、今回、目立つだけ目立って、そして、次の大統領選に出ようという魂胆があるというふうに言われてますので、はい、この反日の政策は当分止まらないと思います、はい。今度は北朝鮮の動きです。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は11日と12日、軍事を担う第二経済委員会傘下の国防工業企業所を視察しました。金正恩氏、改良型の240ミリ口径の放射砲を搭載する車両の生産について確認したといいます。改良型の240ミリ口径の放射砲、放つ射ると書きますが放射砲、これは佐藤さんどんな兵器なんでしょう？これの射程が約70キロで、韓国首都圏への攻撃を想定した多連装ミサイルなんです、はい、実戦配備されれば非常に対処が難しい兵器です。はーはー、よって北朝鮮の発表通り今回の試験発射で8発の砲弾が目標に命中したとすれば、はい、将来北朝鮮軍の使用兵器になるだけではなくて、輸出用の兵器にもなり得ます。改良型の240ミリ放射砲というのは自動発射システムが取り入れられておって、北朝鮮は今年から2026年までの間に軍部隊に配備する方針とのことです、はい、ただ個人的な感想を言わせてもらえばですね、写真を見る限りこの22発の弾頭を乗せるにしては移動式発射台テルが少し小さい感じがします。これ本当にね22発全部積んだらあの車両で不正地を本当に動けるのか非常に疑問を持ってます、はい、寺吉島さんも今まで北朝鮮こういっぱい筒があっても全部の筒から弾撃ったってのは見たことないです。そうですね、もう8門並べたとしても
それぞれ門から1発ぐらいしかこう撃ってない、よくても2発ぐらいでしょ、はい、だから実際ね、今回22のランチャーがあったとしても、全部に本当に弾を入れて撃てるか、これはちょっと疑問かもしれません、はい、今朝はこの時間、自民党国防議連事務局長で参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きました。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。